それはやばい。さあルーザーズ工事ウィナーズ孫、もう一度ホークフェロン。いやー僕もだってベガ久しぶりにやったらやばいぐらい下手になってるんですけど、こんだけやってないから下手にならないっていうのはちょっとすごいっすね。一緒にする？え、どういうことですか？いやまあやってない元メインっていうくくりでは一緒だと思うんですけど、いや本当に下手になってないのはすごいと思う。いやキレッキレですもん動き。詰め方がちょっと違うからさ、多分対策であの詰めてるから。当て感とかはね衰えてるやろうけど、まあそうっすね。いや劣化のヒット確認もかなりしっかりしてるし、しゃがみ中盤のカウンターも相当逃してないし、でコンボミスないっすよねほとんど。そうね、ただその行ってるそばからまあ天心のセンスとかは多分やってないときついんやと思うけど、まあ天心は確かに流れで当てる技ですからね。おーっとバックジャンプから、バックジャンプからなんでかなりきつかったっすね今の。ダイブ、はい。さあこれは浩二がまさかのワンチャンあるのか、ちゃうのか。おいっか、オッケーで様子見。おっと、おだいだいだが、さあ浩二の流れ。確か浩二もこの流れをつかむ力は本物ですからね。2回転、駒投げを当てる力が能力がめっちゃ高いですね浩二さんは。やっぱり殴り合い喧嘩になるが、これはホークの体力がいかんせん多すぎる気がする。まあさすがに多すぎる。あーっと喧嘩。いや、EX スパイア各班 あるはずやねんけど、あんなチームに込んだらない。あ、2位か、2位なんかあれ。あー、マジか。さあ、まず1本コージ、しかし勝つには4回勝たないといけない。これはコパン。さあ、セビに対して孫さん、セビバックステをしっかりやってるんですが、地上戦の技がちょっと噛み合わないか。劣化剣、さあ画面を一気に押して飛び入る。終わっちゃう。あーと人確認してる。ここはコパコパ、劣化剣確定マイナス6。はい、また劣化。そしてさあホーク流れが悪い時は何かぶっぱを当てないと結構つらい。前捨て前捨ては通らない。さあ丁寧にダメージを積み重ねてますね。さあバックジャンプ中盤がちらつくところでの壊し、読み合っていく孫1ラウンド。さあかなりきついですねこれ。さあホッチャー端に寄せてレッグだ。あー、噛み合った。あー、しかしこれは運が悪かった。大番 X レッカー。さあこれも攪拌大剣中盤 CM を出して、あーっと突き消しまう。一発目がねヒットしてただけにからの。さあフェイドのゲージがライガーバクステ前ステ、まあ、まだポー食らっても死なないですからねこれ。しかし橋は入れ替えたいって感じですねフェイドン的には。ホーク的にはこの橋は大事にしたい。お互いのゲージ、いや一本溜まった。あーっと上りジャンプライゲー。さあ孫さんやってないわ嘘やろと言いたくなるキレキレのフェイロン、ね、まあ浮いてたら死ぬことはない体力差でしたからね。はい、さあ1対1マッチポイントですね孫さん。フォアチョーク大剣を刺していく。ダイブで空対空を潰していく。勝てば孫が優勝、コージが勝てばリセットですね。さあ終わっちゃう。さあ2段目がねスカル可能性もあるんでかなり気をつけて打ってますね孫さん。さあ出ないか、ダイブで反対に回る。これは確定 EX レック。表裏が怪しいものには EX レックしっかりしている。フォークはあれ追えないんですかね。 EX スパイアを回している。さあ今度も EX スパイアを回すが、フェイロンのバクステが強かった。ゴムから支援読み合って、さあ台足、フェイロンにゲージがないので EX レッカーはなかったが、
さあ、しゃがみ中盤をそれっぽく、サリオっぽく置いていく、連打してる。いや、マジでこんぐらい置いていい気がする、この技。毎日 OK ですからね、これ。おお、さすが。あー、呼んでいる、孫、読みも強い。さあ、ね、孫、リーチ。セビニ、いや、セービング、コパンチュアシで、さあ、歩きながら、コージは前に出る、支援も読んで、さあ、これ弱攻撃のダメージ結構高いっすね。ホーク確か高いんですよね。もう半分減ってますからね。50とかもあった気するけど。さあ、危ない、2打目が使って止めたのはさすがですね。今の先端なのでスカル危ないと思ったんですかね。垂直、おっと、ここは強引に行く、一気にマコペース、無理はしない。体力逆転しましたわね。無理はしない。あ、ダイレクトかよ、これウルコン使う。さあ、体力さ、いや、しかしこれかなりもうワンポーです。入れ替わってあるのか、ワンポーです。狙っているのか、狙っているのか、レック、え、あ、ダイレックやった、中、いや、中か弱、うん、あ、確定、あ、死ぬ、あの中はマイナーに、中は、まあ、中からマイナーに移動あるんで確定です。さあ、コージ、さあ、九死に一生、九死に一生、九死に一生レックでしたね。いや、さあ、しかしまだ孫の有利は揺るがない。前でもダイジック素晴らしい。スパイア、あの距離はさすがに、おー、めくり、めくれた、臭い。前捨て、強気のコージで、強気のコージだが、うわー、振り向きが出ない、支援を潰す、振り向いてませんでしたね、勝利が。あーと前捨て、コーナーで、おーと前捨て、支援、ウールコンは温存していく。あー、これは中足セミだ、コマ投げ使いによくありがちなネタ。そして着地すかし、メキシカンリセット、さあ、リセット。今日メキシカンからはね、これがあるんですよね。この決めが中メキシカンね。あ、中か、あれ分からなかった。あ、そうか、今日もっと遠いわ。さあ、リセット、ゼロゼロです、これまた。さあさあ、まさかの、いや、ほな、あの九死二勝ウルコンから、九死二勝レックですね。あ、レックから今まで隠してた中足セビダ台風で持ってきましたね。さあ、しかし、さあ、これはまだ孫さん有利でしょう。これはこれ視聴者数がね、どんどん増えてるんですよ、この時間に。まあ、外国はもしかしたらいい時間なのかもしれないですね。さあ、なんと工事ペースで試合が進んでいる。弱弱中、弱弱中、中、中、一発一発が結構重い。さあ、しかし弱にうるせえとばかりの劣化系、うん、あ、うまい。さあ、これもバクステルスカス大事、これはガード。さあ、孫の間合い管理。さあ、さらにワンダメージ、投げ抜ける、おー、強気、出ないか、レックが。さあ、難しいところ、お互い難しい。だから体力全然圏内に入りましたからね。そうですね、2劣化ぐらいですかね、これは。うわ、相打ち、おっと、お互い削れた体力が。これはちょっと孫が厳しくなったか。うまい、支援でねー、今のあれ、今のは悔しいが、まだ1ラウンド、内容が濃いですね、1ラウンド、1ラウンド。しゃがみ台パン、さあ、しゃがみ台パンも使ってきた。さあ、しかし劣化点押し返す。あーっと、釣られた、ジャブだけ、警戒、前捨て。さあ、支援を打ってとりあえず離れる。しかし、コパンを置いている。さあ、バックス前捨て、折り込み済み。うわー、あー、支援にエクストマホーク太い。さあ、孫、まだフェイロン続投か、まあ続投か。先にリーチをかけた、まさかの工事頑張ってきましたね。ウィナーズファイナルからは考えられない感じの
そうですね、まあ噛み合いもあるんでなかなか難しいですが、さああれね、劣化時に一勝一発目コパンで角半入れられてたんで、読み合いの2発目を打っていって、今度はヒット確認の2発目。さあ3発さあ、まこさん、しかしね、ラウンドを取られて動きが悪くなるようなことはないんで、短力というか。さあしかし、コージここは頑張りたい。何を、さあ体力リードはフォークだが、まだ何が起こるかわからない。フォークわからない、差し返ししゃがみ台パン。さあ1対1でしたね。いや1対1じゃない、ごめんなさい、1対0ですね、まだ、すいません。さあただ先ほどからこの牽制合戦で浩司が結構小技をペチペチ当てて、あのねー、フォークの小技が結構判定強かったりするんですよね。でダメージもバカにならないんで、なんか気がつくとあれ体力思ったより減ってるっていうのが。支援ガード、さあバックしてから劣化拳のやっぱり打ち方違いますね、普通のフェイロンと。なんていうか、あサブ配信延長終わったらしい、残念。いい当て方をしてますね。しゃがみライパン、あっと、これはフォーク有利。さあ EX レッグを読んだがバックジャンプをしている孫。30番寄ったか、さあ素直にいった。ここは劣化進撃、さあ1-1、さあ1-1になりました。もうこれフルセットですね、フルセットです。次勝った方が勝ち、次勝った方が勝ち、フルセットです。さあリセットまで頑張ってきた浩司だが、孫やはり追い上げる。攻めにかなりダメだ、今のは危険な攻めにだが、劣化拳も当てる。バックステー間に合った、フェイロンのバックステー。さあ劣化拳当てまくりか、画面端はつい、コージどうする、しゃがみ台パン差し返して台を当てる。バックステー空対空、台剣、さあこれはしっかりしている、コパン劣化。さあしゃがみ中パンで通りかごモード。さあコージこうしたいが支援、まだまだ大丈夫か、まだ2回転いけるか。着地には小判トマホーク、あーっと2択、あっと危ないぞ、あるぞこれは、スパイヤー。しかし EX レッグがちらつく、あーミスター。さあやはり EX レッグが寸前のところでちらつくんですが、孫さんが思いっきり我慢してますね。さあ飛びから、さあレック、さあこういう展開でね、いきなり見せてないレックが来られるとやはり厳しいものがある。劣化拳これが当たると橋に寄る。5番しゃがみ10番、さあさあさあ、牽制合戦だが体力差はそんなに開いていない。さあ孫さんの4本を何に運用するかが気になりますね。さあしかし体力リードされると無理はできない、無理はできない。何に回す、コージもゲージが溜まってきた。さあこれは上見ていた、振り向きで L 下がって、さあしかし時間も30秒切ったが、ここで劣化拳痛すぎる。さあ孫がかなりリーチかけ気味だが使った、しかしイエクスパイア、あっこれは、いやさすがにホーク残る気がする、あっこれは、あーじゃあ危ないで、孫しっかりやりきった。これでなんか孫が勝つの見たことある気がする。さあ魂のジャンプ台系ってやつですかね、素晴らしい。さあ皆さん、数もかなり少なくなってしまいましたが、
ウルトラストリートファイター4優勝はマッドキャッツ孫となりました。あ、孫さん優勝インタビューだけお願いします。勝ったから言えることです。機材入れ替えよう。